おはようございます、あゆみです。やってきました、あゆみのよんなよんな街散歩。今回は東京の秋葉原にやってきました。秋葉原って私あんまり来たことないんですけれども、今回もこの街を一緒にお散歩してくれる友達を呼んでます。モーニャー、皆さんこんにちは、スターマリーの中根モニャです。モニャです、仲良しです。今日はあんまりこの街の知識ないんですけれども、私もない。2人で秋葉原どんな街なのかお散歩していきたいと思います。レッツゴー。じゃあレッツゴー。秋葉原は、うん、出会いは多分本当にスタジオで、うん、たまたまその一緒に曲作りしてる人の都合で秋葉原のスタジオに入って来たことがあるぐらいしか来たことないかも。全然行ってない、本当に知らないのだから、うん、もう東京何年もいるけど、うん、秋葉原の街にそれこそ買い物しに来たりとか、うん、何か用事をしに来たりとかがなくて、うん、なんかどこ歩いていけばいいのか何があるのかも全然わかんない。あ、私はライブで何回か、はいはい、来たことはあるけど、なんかスピーチライブしてた時期があるんだよね。ある、うんうん、でも仕事でしか来ないかな。そうだよね。それこそさ、この秋葉原に用があっても、うん、まあ、そのライブハウスとか、うん、その会場まで行って、うん、もう帰るまでの道のりしかそんなに知らないみたいな感じだよ。そんな知らないかな。やっぱ秋葉原と言ったら、うん、まあ、勝手な何の予備知識もないイメージで言うと、うん、オタクの街。あ、うん、あ、アニメって感じ。そうそうそう。あとメイドさんがいそうな感じ。あ、メイドさんがこうビラ配りしてるイメージ。そう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 。あとやっぱなんか電化製品の街みたいな。あ、確かに、ね、なんかそういう部品とか、そうそうそう、なんかパソコンの中のものが売ってるような感じだよね。うん、あ、てか歩行者天国やってるじゃん。あ、本当だ、通れるのね。すごい。おお。すごいすごいすごい。車道を歩けるっていう、ね、街散歩にはぴったりな日だね。うん。でもライブ人の流れ戻ってきてるよね。戻ってきてる気がする。あ、もうメイドさんっぽい人が歩いてる。そうそうそう。なんか新宿っぽい。新宿っぽい、うん、新宿西口側かなかな、うんうん、なんかさビルがいっぱいあってみたいな。あ、確かに。 あとなんかご飯がっつり系のイメージある。あ、そうなんだ、うん、なんか確かにちょっと聞くところによると、うん、何ジャンクフード、ジャンクフード、うん、そういうなんかラーメンとか。あ、確かに、ほらこういうラーメンとか、はいはいはい、ね、すごいがっつりだね、うん、がっつりなやつだね。あ、そうそう、あとなんかフィギュアって感じ。あ、確かに、フィギュアのイメージ。私10年前ぐらいめちゃくちゃアニメにハマってて、うん、でその時は上京してこっちに来てなかったから、うん、静岡から東京に来て仕事の前とかに秋葉原来て、うん、一人で歩いてた時はある。え、それはな、何をしに？そういうフィギュア見たりとか、こういうアニメショップとか。え、実際買ったりもした？え、買ってはないかも。中野もなんかそういうお店ありそうなイメージなんだけど、こうなんかフィギュア専門店みたいなのもあったりするのかな。あるんじゃない？え、だってそもそもここがそうっぽい。すごいすごいすごい、僕いる。すごいね、大きい。あれ等身大？等身大にしてはでかくない？あんな大きいの？ほぼ髪の毛だけど。へー、すごいな。すごい、なんかめっちゃ細かいね。細かい。だっていくらぐらいするの？なになに？15,000円。あ、15,000円するね。する、飾り物に15,000円するね。もうこんなのってさ、うん、1個じゃ済まなくなるんでしょ、多分。でしょうね、集め始めから。あ、すごい。ここ何？ゲーセン。後でゲーセンも行きたい。へー、マイキーいる。マイキー、リベンジャーズ見た？見てない。そう、
リベンジャーズめっちゃおもろいよ。へえ。鬼滅止まりかも最近の。賑やかだね。賑やか。後でさ、なんかやりたい。ね、なんかやりたいよね、ゲームみたいな。うん、ガチャポンが、ガチャポン、うん、たくさんあるお店とか、専門店なのかな、とかもあるらしくて、本当に来たことないから、確かに。行ってみたいんだよ。ソフマップでもよくリリースイベントとかもやってたし。ソフマップって、そのパソコンとかカメラとかも電気のパーツとかっていうのかな、うん、電気屋さん、うん、でもう CD とかも置いてる。ああ、あそこに全部書いてあった。なんかビッグカメラにタワレコがくっついたみたいな感じ。あー、でもそんな感じかも。ソフトマップのお店の中にステージがあって、でそこでライブとかできる。今やってたのここ左曲がったとこ。アイドルの聖地ってわけではない。そうなのかな。なんかだってさ、秋葉原と秋葉って同じ、うん、一緒だよね。全然一緒だよね。はい。何が違うから秋葉って言うの。略して秋葉、うん、はいはい。だからなんか AKB って、あ、確かに劇場があるから秋葉48のことなんだよね。そうそうそう。だからやっぱそういうアイドルさんとかが、うん、確かにライブ多そう。え、すごいすごいすごい。ちょっと待って、ちょっと待って。自動販売機、ゲームなんかさ、1000円とか2000円のさ、高いやつが高価なやつじゃないと思う。あー。1回2000円。高っ。1000円。でもリングフィットとか、スイッチとか。本当に入ってるのかな入ってるから多分チェキ並べてるんだろうな、とは思った。でもなんか、本当かなとか思ってるしまうんだけど。本当に2000円でこれだって出てきたらすごくない？え、じゃあこれが出なかったら何か出るんだろう。でも外れなし、うん、外れなしってことだよね。儲かるの？でもこういうところでなんかこう、いわゆるオタ活みたいな、うん、してる人が遊びに来たりもするんだろうね。そうだね。ここアットホームカフェだ。アットホームカフェ、アットコスメ的な？違う。なんでボケちゃったの？え、全然わかんないんだけど。アットホームカフェはすごく有名だよね。へえ、全然わかんない。え、何？だってほら行列だよ。本当だ。並んでる。うん、並んでる。何が有名なの？え、なんかメイド喫茶といえばみたいな。メイド喫茶がいる。そう。大食いの、モエアズちゃんとかがいるところではない。モエアズちゃんはなんかさ、違う、選ばれしの子だ。あ、そうなんだ。一緒に海外行ったことある。へえ。それがバクステかも。へえ。アイドル育成型エンターテインメントカフェ。え、これはもう難しい、待て。エンターテインメントも行われているカフェってこと？じゃないかな。え、どういうことどういうこと？写真がある。やっぱステージがあるから、あ、すごいね。ライブをするっていうところでエンターテインメントなのかな。カフェっていうよりはステージがあるから、なんかちょっと。ライブハウスとかっぽい感じになってて、ね、イベントできるようなとこになってて、うんうん、なおかつ多分アイドルさんに会える場所なのかな、うんうん、しかもなんか育成型だからね、多分、ね、ファンの人が来てなんか推しをこうランキング上に上げてあげるように、そういう感じ、頑張るみたいなのがあるんじゃない。時期の数とか、うん、多分あるんじゃない。だって育成型だもん。すごい、すごいね。へえ。あ、私この中のアコスとかたまに来てたかも。アコス？ココスじゃなくて？違う。アコスっていうコスプレの衣装とか服とかが置いてある。ちょっと撮影できるかわかんないけど見に行ってみたい。行けるかな？わかんないけど。ちょっと中入ります。なんか他の中国生産とかのコスプレとかと違って。うん、もうガチのね、公式みたいな感じだから、お高いやつだ。ちょっとお高い。なくなってる？なくなってるの？ないの？はい、なってきましたが、はい、結果論から言うと5階は何？ココスじゃなくて何？アコス？アコス？うん、もう閉まってたね。ね、ね、5階エレベーターボタン押してもね、ホニャがさ、ホニャがさ、ツイッターとかでさ、あのコスプレしてるのとか画像上げてくれてるじゃん、うんうん、めっちゃかわいいって言って、うん、で、あのセーラームーンのさコスプレとか結構本格的にやってたから、はい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 、そういうの売ってるのかなって見に行きたかったんだけど、こっち買ったのは
ラブライブの、そうラブライブのウィッグを買った。あ、ウィッグ、ウィッグとかも売ってる。ウィッグも売ってる。服とかだけじゃなくて、そう私カードキャプターさくらとかめっちゃ好きだったんだけど、はい、カードキャプターさくらって毎回毎回さくらちゃんが洋服が可愛くて、可愛いね、その言ったらコスチュームが見たくて、うんうん、このアニメ見るみたいなとこあるから、うん、結構さ大人になっても未だにファンがやっぱ強くて、好きなコスチューム着てる人たち結構いるじゃない、うん、いる。なんか ああいうのとかさ、そういうステキとかさ、うん、なんかどこにあんな本格的なのが売ってるんだろうって思ってたけど、この辺に売ってるわけ。こういうのとかネットとか、うん、私ステキ持ってるよ。マジですごい、本当にこういうフィギュアの街なのに、ね、やっぱ楽しいよね、うん、見てるだけでね、うん、ウルトラマンとかある。ウルトラマンか、ウルトラマン、ウルトラマンってもう少年みんな好きなやつでしょ。ダダって知らない。そんなあとさ、うん、から見えてたさ、あれ有限飯店。有限飯店って何？魔女の箱庭、多分コーンカフェ。ちょっとコーンカフェって何語ですか？コンセプトカフェ。あ、コンセプトカフェ。ね、あれは何なんだろう。幽霊飯店は幽霊ってこと？なんか教師みたいなのが多分幽霊なんじゃないかな。設定があるってことですか？コンセプトってこと。そう、楽しそう。ちょっと行ってみたいんだけど。いろいろあるよね。断層してる方がいるとか、はいはいはい、そういうのもいっぱいあるし。断層カフェ、うん、なんかに忍者がいるとか。忍者いるの？うん、なんか見たことあるテレビで。へえ。忍者何してくれるんだろう。ニンニン、ニンニンって、ニン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 って言ってるだけ。壁とかぐるってならないかな。ね。あ、でもそういう感じだったよ、テレビ見た時は。あ、そうなんだ、うん。これって有名なんじゃないの、この秋葉王。秋葉王、すごい聞いたことあるけど何売ってるか知らない。入ったことないからちょっと見てみる。なんかクッションとかあるよ。でもクッション、ホットクッション。わかりやすく言うと多分ドンキホーテみたいな感じ。感じ？な気がする。だって食べ物も電化製品も便利グッズも売ってるから。いろいろある。やっぱラーメンが多い。あ、そうだね。ラーメン、油そば。やっぱなんか比較的、うん、女性というよりは、うん、男性がいっぱい歩いている気がする。うん、そりゃそう。お札が貼られてる。かわいいパンダも。ちょうどお席結構空いていて、私は今3人いるんですけど、今だったらキョシちゃんとめちゃくちゃお話できちゃうんですけど。な、何ちゃん？キョシちゃん。あ、キョシなんだ。私たちキョシなので、またいつでもお話しください。ありがとうございます。かわいい。ありがとうございます。ありがとうございます。もしなんか観光とかできて、うん、で、うん、ちょっと ね、やることなくなっちゃったみたいな時は、なんか時間潰したりとか、うん、お友達になろうみたいな気持ちで来てもいいかも。ね、ラーメン多いの。やばくないあれ。女性もハマる。女性もハマるの。ニンニクってことかな。うん、なんかもうディズニーとかも置いてある。え、見たい。ちょっとステラルーちゃんが落ち込んでる感じでいるけど大丈夫だ。はーみたいな。ステラ。すごい。わーってなってる。疲れたー。あー、人生に疲れたー。かわいい。え、無断か。え、すごいね。何屋さんなの？あ、このシールに書いてある数字が値段ってこと？え、こんなするの？そんなするっけ？なんかレア品なのかな、もしかして。そういうこと？うん。かわいい。多分このぬいぐるみとかも何年生とか、うん、あ、多分この時のこのアロハ着てるラフィーちゃんは、うん、多分この時期にしか生産されてないとかのレア品なんじゃない。だからこっちにもいるよ。こっち持ってきたらちょっと高くなる。これもパソコンとかそういうパーツ系が。なんか私が知ってる秋葉とちょっと変わってる。あ、そうなんだ。何、うん、こういうとこで売ってるのって安いのかな。ねえ、だからもともと知識がないからさ、うん、分からないよね。めっちゃ安い。 USB ケーブルがなんで日本で100円で売れるの、すごいんだけど。なんでだろう、うん、普通にアパホテル。
やっぱなんかあれだな、メイドさん本当多くて多いね。メイドさんしか働いちゃいけない世界観がある。そんなことない。私も高校の時はメイドカフェで働きたかった、うん、あ、分かる分かる。働いてみたくなるよね、うん、パン屋さんとかさ、レストランとかかわいい接客、うん、かわいい接客憧れるよね、うん、私マックで働いてたんだけど、マックでこうランクがあって、ランクごとで制服が変わるのね。で、すごいかわいいスターっていうレベルになるとかわいい制服が着れるんだけど、うん、その制服が着たいがためにめっちゃ勉強してスターになった。すごいすごい。全然違うんだ、あのよく着てる。あ、そう、なんかフリフリって感じ。へえ。今なくなっちゃったかもしれないけど、ガチャポンの店にね行きたいです、うん、ガチャポンしたいですね。どこにあるかな。ナポリタン専門店、何でもあるな。あ、美味しそう。ケチャップ好きだからさ。あ、そうなんだ。トマトが好き、もともと。あ、トマト好き。美味しいよね。美味しい。ナポリタンってみんな好きじゃん。うん、オムライスかナポリタンとか。嫌いな人いなそう。勝手なイメージだけど。ゲームもね、そういうのね。あ、ちょっと聞いてみる。何これ、しんのすけ。どれ、本当だ。スイッチだよ。スイッチ持ってる。持ってるけど全然やらない。やんないんだ。うん、私なんかゲーム続かないかも。あ、そうなの。なんか唯一続くのが、うん、音ゲーみたいな。あ、やっぱリズム感とか使うゲームの方が続く傾向にある、うん。全然逆かも。どんなゲーム？ RPG とか、うん、モンハンとか。はいはいはい。あ、やるんだ。やってたやってた。なんかバンズやった時期に、うん、ポケモンの番組の曲かな、うん、やった時期にそのなんかゲームをするコーナーがあって、うんうん、それでそのポケモンを育てるっていうので頑張った時期があって、その時はやったけど、うん、RPG 的な要素が強めの、うん、どん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 クリアをしていったりとか、どん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 こう集めていったりとかっていうのが、うん、終わりが見えないから。あー、確かに。そうそう、ゴールしたいんだよね。私は集めたいんじゃなくて、うん、クリアしたい、ゴールしたいっていうのになっちゃうから、うんうん、なんかまだかまだかってそればっか気が散ってしまって続かなくなっちゃう途中で。あ、ガシャポンの専門店じゃない。ちょっと入ってみた。すごいカラフルだよ。呪術回戦言える。呪術回戦言えてる。言えてる。呪術回戦。呪術回戦見てない。こっちは これ鬼滅。鬼滅だね。すごい。鬼滅見てないんでしょ。鬼滅はジャンプでちょっと読んでたぐらい。ああ、漫画派なんだね。そう、漫画派なんだ。アニメだな。ピカチュウかわいいね。デジモンとかあるよ。懐かしい。かわいい。全部知ってるもん。キャッキー好きなんだよ。どれ。ワイルドプレイ見たことない。これ何。怖い人形の話。めっちゃ怖い。でもこれめっちゃ楽しい。あ、そうなんだ。マシャーマンキングとかね。懐かしい。懐かしいよね。さくらちゃんないかな。あ、めっちゃ可愛い。可愛い。めっちゃ可愛い。私でもわざわざさくらちゃんのバンダイから出てる大人向けのボールペンとか買ってた。へ、なんか最近その私たちの世代が小さかった時に流行ったアニメ、うん、こういう感じの、うん、が、またこういう形とか化粧品になったりとか、そう完全にやられてるなと思ってて、てうん、お金使っちゃうよね。そう、大人になってお金が使えるようになる。そう買っちゃうから。あ、ハム太郎大好きだった。ハムちゃんとかいる。ピチ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 やりたい。なんか、あ、私の好きなラッコいる。やってみようか。やっと寝ないで。はい、行きます。行っちゃって。はい、出ろ出ろラッコ出ろ。なんだろう、え、わかんない。あ、いた。クリオネだ。でもめっちゃ可愛くない。可愛い可愛い。でもラッコ狙いだったのに。そう、ラッコ狙いだった。
クリオネです。可愛くない猫みたい、うん、可愛い可愛いやっぱペンオキだな、ペンオキ、ペンオキの3、どれがいいかな、晴れ耳クリームの子がちょっと可愛いので、これ、うん、晴れ耳出ろ、300円、購入。出た？出た。あ、すごい。私引き強くない？すごい。出たんだけど。やったー。やったー。イエーイ。すごーい。タレミニクリーム出ました。かわいい。ね、かわいい。ペンをこう。結構大きいね。ね、結構大きい、ね。かわいい。パパ。すごい。いい名前。見えるかな。開けらんないけど。あのサザエさんのさ最後のねこれわかるわかる、ハム太郎が欲しいです。私の青春、青春なんです、青春えいえいえい、あ、モンガリくんでしたね。でもかわいい、かわいい、めっちゃかわいい、嬉しい、イエーイ、やったー。私はね、うん、セーラーチビムーンか、チビムーン、ダイアナか、うん、ルナが欲しい。これも猫だよね。よいしょ。アルテミスやった。でも猫が出た。かわいい。アルテミスやった。へー。あ、やばい、ね、リアル。鼻と口なんだよね。知ってた。鼻と口、そう、こうなってる鼻とこうなってる口なのね、ミッフィーって、うん、こうじゃなくて、これ口じゃなくて、こうなってる鼻とこうなってる口なの。そうなの、バッテンかと思ってた。そう、バッテンかと思ってた。あのしんちゃんに出てくるあのマスクにバッテン書いてあるみたいな感じかと思ってた。違うんだ。最近それでなんかもうこの何とも言えない無表情感がたまらなくて、ミッフィー好きになって、狙いとは違ったけど、でも可愛い、可愛い。これ超めっちゃ立派じゃない？すごくない？これガチャポンで出るの？ティッシュケースだよ、だって。しかも300円。なんなら全部集めたくない？あ、すごい。ちゃんとしてる。かわいいね。そう。すごい。ティッシュ入れてさ、ね、使います。めっちゃ使える。じゃーん。じゃーん。ガチャポン戦利品でーす。かわいい。全部かわいい。もう無駄遣いしちゃいます。これはしちゃう、全部可愛かった。いい、ごちゃごちゃしそう。もっとやりたいけど我慢しないと切れない、切れない。そうです、使うの、使う、置いとくわ家に。可愛い。じゃあガチャポンもできたことだし、うん、次はちょっと駅の方にまた向けて歩いて行って、うん、でなんか新しいものを探しに行こうと思うんですが、じゃあちょっとね、さっきやっぱさゲーセン通ったからさ、うん、今ガチャポンやって、うん、小銭チャリチャリを使うのを、はいはい、なんかちょっと楽しんでさ、うん、気がついてしまったので、うん、ゲーセンでもちょっとお金使いたいな行きたい、行こう行こう。全然ゲーセンとか最近行ってないな、うん、私でもなんか時間潰すときに一人でゲーセン行ったりとかもして。え、そうなの何するのゲーセンで。え、マリカーとかえ、マリカーとかあるんだえ、やりたいでマリカーでやったりとかあとなんか、うん、太鼓の達人やったりとか。あ、まあでもうちらプリクラ世代ですからね。そうだね、プリクラ撮る。あ、いいねプリクラ撮ろうか楽しい楽しい。あ、これがあの有名な AKB48 劇場。へえ、これどこにあるんだ、うん、すごいよね、なんか会いに行けるって、ね。昔友達がメイド喫茶でアルバイトしてたから、一回なんかその友達の家行った時に、うん、着せてもらったことあるわ。あ、着せてもらったこと着てみなよ似合うからとか言って、うん、アニメイト、へえ、アニメイト一時期めっちゃ通ってた。え、何しに行くの、アニメイト。グッズ買う。へえ、もう本当使えるようなグッズ、うん、さ、アニメーションの、はいはいはい、ファイルとか、はいはいはい、そういう使えるものばっか買ってた。雑貨ね。うん、雑貨。やっぱなんか撮影してる人が多いね。うん、ここは天国。何時までなんだろうね。何時だろう。イエーイ、1000円でどっちが多く景品を取れるか勝負。頑張る。どうしようかな。行き過ぎた。そうなんですよ、何も言ってないんだけど、
った。あ、すごい、すごい。あ、すごい。ゲーセンデートみたいな感じになって、ゲーセン楽しいな、楽しい、うん、楽しかった。私1000円も使ったのに1個も取れないっていうすごい悲しかったんですけど、でもムニャとプリクラが取れただけでも全て忘れました。あ、よかった、大満足です。ありがとうございます。プリクラさ、すっごい久しぶりに撮った気がする、ね、もう何年ぶりだろう、モレモレのモレモレみたいな、もう目が2人ともギャンギャンこういうのも楽しいね。めちゃくちゃ楽しかった、ね、またデートしましょう。はい、お願いします。モニャからお知らせありますか。はい、私が所属するスターマリーなんですけど、12月の30日に渋谷公会堂での、単独公演が決まっております。ぜひ大事なライブなので皆さん遊びに来ていただけたらいいなと思います。お願いします。お願いします。はい、ということで、あゆみのよんなよんなもちさんぽ秋葉原編でした。またねー。